鈴木誠也が欠場っていうことで急遽。いやキープレイヤーだったんだけどな。そうだね。まあ本命。本命選手ですね。いやそうですね。まあ、近本もね。まあ本命、デイリーが言ってることが本当かどうかが分かんないけど。近本でしょう。近本っぽいね。まあ岡田監督の。岡田監督が許すかどうか。その秋の侍にも選ばれてる時点で、まあ近本。まあもともとセンターいないって言われてたからね。うん、守備も安定するし。そうそう。まあじゃあ本命近本でいきましょう。次、私の本命です。どうぞ。本命は、市ハム松本です。ああ、松本剛ね。やっぱりね、右の外野手っていうのにポイントを置いて、そうなったらセンターとライト。そうだね。できそうな。栗山監督の全チームだっていうことで、呼びやすさはあるよね。そう。あと、去年日ハムで近藤松本っていう外野のラインをやってたから、あ、まあ違和感なく、まあ、ジャパン入って近藤が出るとしても相当近本で勝ってたんだけど、じゃあ対抗であえて、うん、うちのチームから行ってこい。あっ、西川。あ、そっちか。侍呼ばれてますから、その秋にね。そうだそうだそうだ、走行試合で出てたんだよね。出てるから、まあ、まあ、西川もレフトが本職なんだけど、まあセンターもやってたんで、うん、しかできないのは内野ができる。あ、確かに。オプションは広がるよと。私の対抗は、元カープ、バルです。あー、バルちゃんも、まあ、代表経験もある。あるし、こういう代表戦って、やっぱりちょっとベテラン的なのが、うん、輝く大会でもあるから、鈴木誠也の、ケツを拭うじゃないけど、先輩。先輩が。あとまた、巨人もさ、原監督、なんか出してくれそう、まあ、元代表監督やってたからね。まあ、センターライトの守備だったら、まあトップレベルだから、うん、まあ、ここぞで打ってくれと、福留的な感じになるかな。じゃあ最後、大穴ね。大穴ですね。辰巳でいきます。守備がね。そう、センターの守備。近藤センターライトヌードバー、うん、近藤ライトセンターヌードバーやるなら、うん、センターの守備方が絶対必要になる気がするんだよ、うん、まあオープン戦もセンターでずっと出てて、まあ体的には多分体調はいいし、走塁、うん、がうまいけど盗塁はそう、そんなうまくないタイプ。バッティングもまあ辰巳ワンチャンない。まあでもないよな、大穴なんですよだからまずないと思うけど、本当に期待をしているというので、はい、ロッテ山口。あー山口、7戦5発みたい、めっちゃやってるね。投手今一番良くて、まあ、主戦がライト、主戦ライトと、まあ、ファーストとか去年やったのか、あ、であとはレフトとかかもしれない。まあライトも守ってるから、やっぱり若い若い、うん、まあ近本松本が本命で間違いない、うん、まあ、どっちかでしょっていう有力は近本だな。